ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今日はですね、ビルドの、ご紹介、させていただこうかと、思っております。よく使っているというかね、このビルド結構歴史があるというか、だいぶ前から、あったビルドなんですけども、召喚士、サマナービルド、サモナーとかサマナーとか、呼ばれるビルドですね。まあ私が生み出したビルドじゃなくてですね、まあずっと昔に、まあ、ある有識者が、まあ、作ってくださったビルド、それをですね、まあ私なりに流用していると。まあもっとですね、召喚士、召喚獣、まあペットだね、ペットの戦闘に依存していると。いうようなビルドで、まあちょっとですね、まあそうですね、まあソロ向けのビルドなのかな、どちらかといえば。まあもちろん、ベテランのそうですね、まあノーマル、まあハードもいけるっちゃいけるのかな。まあちょっと頑張れば、まあそのあたりの難易度の高いコンテンツでも、まあ使える、まあ試練ではちょっとやめてほしい感じですかね、ペットが多すぎると。うん、ちょっと周りへの影響ってどうなんだろうというのがありますので、うん、まあ4人のグループのコンテンツぐらいで使ってもらえたら、まあこのビルドもとにかくもう作りやすいしやりやすいっていうのがもうまずそこでして、まあこのゲームちょっと難易度高いなと思ってらっしゃる方はちょっとね、まあキャラに余裕があれば一回作っていただきたいなと、まあいう感じのビルドを、ちょっとご紹介させていただこうと、思っております。というわけで、じゃあ、そうですね。装備から説明させていただこうかと思います。はい、というわけで、装備の、ご紹介を、まずさせていただこうかと、思います。マジカのソーサラーで、作るビルドでございます。まずですね、ペットを、刺激して戦うというところでですね、まあ、ペットの攻撃力を、まあ、底上げする、っていうのが、まあ、大事になってくるのかなと、いうことでですね、このゲーム、仕様的に、ペットの攻撃力を上げる術というのは、まあ、最大マジカ、最大マジカをとにかく、まあ、キャラクターもね、プレイヤーキャラもそうですね。その、ダメージに由来した、まあ、スタミナビルドであれば、ね、スタミナ、マジカビルドであればマジカと、ね、最大値が、攻撃力に影響をね、すると。いうことでですね、まあ、ペットもそれに、準じていると、まあ、いうところでして、まあ、強化する術は、まあ、基本的にはですね、最大マジカをね、とにかく上げていくというのが、まあ、一番影響が強いというか、まあ、それぐらいしかないのかな。うん、まあでもですね、まあ、召喚獣のこう 使うスキルによっては、まあ召喚獣がとか、まあ、セットによっては召喚獣が何パーセントプラスみたいなのもあるので、まあ、そのあたりをまあ揃えていけたらいいのかなと。まあね、その最大マジカを盛りながらも。うん、というわけで、ちょっと私の、まあ私の完成形というか、うん、まあそちらの方をちょっと今からご紹介しようかと。うん、まあこれをね、目指すだけであって、まあ大事なのはマジカが盛られてればまあいいやと。いうところでございます。メイルストロームの、稲妻の杖ですね。まあ、重攻撃を中心に、プレイヤーキャラは戦っていくということででしてね、このメイルストロームの、稲妻の杖がですね、まあ、属性防壁という技を使うと、まあ、軽攻撃と重攻撃のダメージがだいぶ上がると、まあ、いうことなので、まあ、重攻撃、まあ、稲妻の重攻撃というのは範囲攻撃になりますので、まあね、雑魚相当だったり、何かなかなか効果的でもありますよと。うん、まあ、いうことで、まあ、稲妻の、ね、メールストロームの杖がメイン。基本的にはね。うん、メインというか、まあ、これをメインに持ちながら戦うというよりも、これで属性防御を使って、まあ、メインはこっちのね、稲妻の杖を使うと。まあ、だからセット効果が、うん、しっかり、作れる方の。
ニアズバンスですね。まあ基本的にはですね、まあネクロポーテンスという、セット、これリベンスパイアのエリアでドロップする、セット装備、まあですので、ドルメンとか、そこのね、ダンジョンのボスとか、あとワールドボスなんかを倒している、あと宝箱だね、をまあ探索していればですね、まあそのエリアをまあ遊んでいれば、まあ自然と集まってくるような、まあセットなので、そんなに、取得難易度は難しくはないはずなんですよ、まあこの点においてちょっと作りやすいと言っているだけですね、で私はですね、このネクロポーテンスの相方のセットをですね、まあこの、解き放たれた司祭セットと、まあ、いうものを使ってます。これはですね、グループダンジョンのですね、これじゃない、グループダンジョンの DLC ダンジョンの大鍋というね、ダンジョン、ありますね、解き放たれた司祭、まあ、こちらですね、まあ、こちらのセットなので、あのちょっと難易度高くなっちゃうかと思うんです、まあ始めたばっかりの方でね、まあこのビルドをちょっと作ってみたいなと思ったら、ちょっとこの辺り揃えるのなかなかね、ちょっと難しいのかと、まあノーマルとはいえ DLC ですからね、あんまりダンジョンに慣れていないとなかなかね、クリアも難しい、まあ周りがね強ければ、ちょっとね、うまくいく可能性もありますが、ちょっとまあ身の丈に合わないみたいなことになるかもしれないので、ちょっとその場合はですね、もう一つおすすめございます。司祭のね、セットじゃなくてもいいので、まあ、DLC ゾーン、まあ、エルスウェア、ね、拡張パックだったり DLC だったりで、まあ、開けていただくという前提の上でですけども、まあ、狡猾なアルフィク。こちらですね。こちらもご覧の通り、ネクロポーテンスともほとんど同じですね。マジカ、最大マジカをもうドンと盛り上げると。まあいうセットですので、まあこちらを使っていただければいいかなと。これもですね、エリアの、ドロップセット。まあですので、このね、北エルスウェア遊んでいれば、まあ集まっていくと。まあちょっとあれですね、拡張パックのエリアなんで、ちょっと既存のエリアと難易度ちょっとね、比べると上がってしまいますけれども、まあそれでもね、そんなに難しくはないと、まあ、思いますので、まあこの狡猾なラルフィク、とはまあね、どこだ、ダガホールのまあリベンスパイアで、まあちょっと遊んでいただいて、このネクロポーテンスと狡猾なラルフィクを、まあ揃えていただけたらいいのかなと。まあいう感じですかね。あともう一つおすすめとしてはですね、まあクラフト、クラフトで作るセットで、ちょっと召喚師として、まあ、面白いなと。まあやっぱり何かを呼び出して戦っていくというのがね、まあ面白いだろうと。まあいうことでですね、ちょっとこれも期待するですね。北エルスウェアのこの南西部にね、このコールドハーバーの流行、というまあセット、クラフトセットですね。これだから自分で作れるセットではあります。まあでもこれ8個ね、研究進めてないと、まあ、作れないということなんで、まあクラフトの方しっかりやってないと、まあ、作れないセットではあるんですけれども、まあちょっとこれでいけるんだったらこれも面白いかなと思ってるんですよ。自身かグループメンバーを回復すると、ホノル、あれだね、キャドウェルのペットが、召喚され、2秒後に自身と周囲のグループメンバーへの、回復呪文を詠唱すると、8386の体力を6秒の間回復すると、まあ、なかなか回復力高い、まあね、それだけじゃなくてですね、まあ、ダメージを与えた場合、まあ、だからヒーラーとしてでも使えるし DPS としても使えるということだね。敵にダメージを与えるホノルを召喚すると、これがまた同じような感じですね。2秒後に8274魔法ダメージを6秒の間当てると。まあちょっと賑やかになっていいのかなと、まあ、いう感じでございますね。まあ基本的にはですね、まあ今紹介した、2つの、ネクロポーテンスと狡猾なるアルフィク、この2つ、まあ
難しければ、そのネクロポーテンスだけ揃ってれば、まあまずはいいのかなと。うん、まあそんないきなりね、あの完成形を目指す必要はないですよ。まずはまあ、じゅんぐりと、うん、ペットをね、ペットと一緒に戦っていくのをね、まあ楽しんでいただくためには、まあ装備集めも含め、やっていただくという形がまあ望ましいのかなと。まあいうことで、ちょっとまあ完成形のご紹介を しましょう。まあ、重攻撃を、うん、まあ中心に戦うということで、まあメールストロームの説明はしたと思うんですが、こちら、豪華の毛、ね、豪華の毛セット。こちらはですね、追放者の官房に、の、まあ、ベテランのダンジョン、に行きますとですね、ラストボスを倒すと、まあ、モンスターマスクというものが手に入りますと。まあ、追放者の官房2で手に入るモンスターマスクが、この豪華の毛の頭ですね、が手に入りますと。このセットがね、まあ、ご覧の通り、軽攻撃が重攻撃でダメージを与えたとき、33% 確率で、火を吐くデイドロスを15秒の間召喚すると。うん、まあ、デイドロスの攻撃は1985炎ダメージを2秒のごとに与えると。まあ、いうことでですね、まあ、召喚して戦うと、ね、あの召喚すると、ね、ペットというか、まあ、デイドロスを。まあ、なので、サマナー感、うん、まあ、召喚師っぽさ、うん、っていうのが、まあ、おられると、うん、まあ、いうこともありますし、この豪華の毛がまあなかなか優秀でですね、うん、優秀ですし、 33% っても3分の1ですからね、結構の確率でまあ出てくれるんですわ、うん、でまあ重攻撃を中心に戦っていくので、まあ、重攻撃ってあの、まあ、稲妻の杖の重攻撃、回復の杖の重攻撃ってまあなんていうのかな、一発ねの強いダメージが相手に当たるというよりも、こうなんだろうな、ドットダメージみたいに、まあ定期的にね、まあちょっとしたダメージを継続的に与えていくみたいなスタイルなので、まあ湧く確率もまたこれ上がってくるんですよ、稲妻の杖使うと、うん、まあですので、まあちょっとこれもまた、うん、うまく組み合わさってるというか、うん、まあ豪華の毛をうまく刺激して戦えるセットにはなっていると、うん、いう形ですね。まあちょっとこのカッターがですね、アンドオンテッドの入り口で受けれる、まあ、鍵クエストと、呼ばれるもの、うん、まあ、こちらの方をまあやっていただくとですね、ちょっといきますか、ちょっと現場に行きますか、うん、説明させていただくため、ウェイレストのですね、南西あたりの門にね、そうね、まあ、ここ出るとですね、まあ、アンドーンテッドの入り口と呼ばれている、まあ、場所がございまして、ね、ここにですね、これね、マジアル・ラガス、そしてグリリオン、ね、あとですね、こちらに、ウルガル・ラグという3人が出入り出してくれてると思うんですけども、これをまあ、受けますとですね、デューンリッパーでも倒せそうね。今日の誓いは何だ。私が正し追放者の官房よ、ね、追放者の官房行けと、まだ物だ言われます。何を待っているので、この追放者の官房のグループダンジョンね、アクティビティダンジョン検索、特定ダンジョン、追放者の官房1ね、うん、まあこれをクリアするとですね、鍵がもらえると。ちょっと行ってみようか。まあ、ちょっと申請しておきましょう。というわけで、追放者の官房1、クリアいたしましたので、アンドオンテッドの入り口に、戻りましょうか、ね。ご覧の通り、クリアのマーク出てますね。まあ、生きて帰るってわか、私の母だったら。もちろんと、まあご覧の通り、仲間には報酬を渡している、ね、多くのものは金のきらめき、うん、で鍵ね、ノーマルだと、1つ各、ね、グリリオン、ウルガルラグ、マジから1つずつ、得られます。
まあ、2つ L にはですね、ベテランのハードモードで、クリアしないといけないんですけども、まあ別にそんな、始めたばっかりであればね、まあノーマルのね、例えば DLC もちょっと難易度も高いので、まあこの辺りは抜いて、まあマジとね、まあグリリオンの2人から、まあ鍵クエをまあどんどんやっていればですね、その墓から勝利を、まあ溜まっていきますので、鍵が。ご覧の通り今私で12個。まあ全然貯めてないからこんな感じなんだけど、まあ人によってはもう相当な数が過去に、蓄えてあると思うんですが、これをまあ使ってですね、まあできればですけど、ね、この追放者の官房の貴賓箱、鍵5個使ってもらえるやつね。これをですね、もらうと、まあシャドウレンドのセットか、ね、豪華の門のセット、どちらか必ずもらえますので、どちらかね。うん、で、これね、鍵1個でもらえるやつは、このウェイレスト、エルデン道具、スピンドルクラッチ、ダークシェード、フンガル、で、追放者の官房。この中でもらえるモンスターマスクセットすべてが、ガチャ。うん、まあ、ランダムで手に入るという形になりますので、鍵5個使ってね、こっちに、絞った方がですね、結果としては、まあ、豪華なモーの、まあ、片装備、まあ、手に入る確率高いので、こちらで、やっていただくのがいいかなと、思います。シャドウ連動でもしね、手に入ったとしても、シャドウ連動も召喚なのよ。うん、だこれ使ってもいいと思うの。うん。どういうやつだったっけな。ダメージを受けると影のクランフィアを15秒の間召喚し、クランフィアの攻撃は1042魔法ダメージを当てて、不時弱を適用し、対象の余ダメージを 5% 2秒の間低下させる。なるほどね。まあだからちょっとタンク向けの召喚ペットって感じだね。うん、ちょっと試しに1個もらってみましょうか。うん、1個もらったと。これを使いますと、あ、ちょうどいい豪華なもののケースを手に入りましたと。まあ、こんな感じでもらえる可能性もだいぶ高いので、まあ、2分の1ですね。まあ、ちょっと重装、軽装、重装、中装、軽装、ね、どれ欲しいみたいなのは、ちょっと後でご説明しますけれども、あ、解除された。軽装、まだだったんだ。とまあいうわけでですね、まあちょっと別で動画撮ってたのはあったので、それをちょっと差し込んでると思います。うん、まあご覧の通りですね、アンドンテッドの遺留地で受けれる、まあ、いわゆる鍵クエストというものをですね、まあある程度やっていたらですね、まあそんなに時間かけずにまあ取れるとは思うので。うん、まあそちらの方と、まあベテランのね、まあ追放者の官房に、なかなかまあ難しいので、まあ行けるようになったら行っていただく、という形でいいのかな。まあそんなに豪華のも、まああったらあったで強いんだけど、まあ別にここがメインじゃないので、メインはもうこの両サイドにいるね、黄昏ちゃんとね、まあ使いまくん、お猿さんと呼んでるんですけど、私は。黄昏ちゃんとお猿さんのこのペット2つで戦っていくので、まあ別にそこはいいのかなと。あとですね、この司祭、ね、時が放たれた司祭セット、まあご覧通りね、2セット3セット4セットはもうご覧通り召喚ビルドらしい、ね、最大マジカをもう追加すると、いうセットでありつつも、まあ5セット揃えるとですね、敵にダメージを与えると、司祭の印というのを10秒の間適用し、司祭の印を受けた敵は、その受注者が、召喚したペットから追加ダメージを 15% 受けると、まあ、いうことで、まあ、言ってみたらこれで、まあ、戦っていればですよ。まあ、ペットのダメージが 15% 上がるという考え方でいいと思います。結構稲妻の銃攻撃、ね、稲妻の杖の銃攻撃とか、まあ何でもいいんですよ。どの攻撃でもこの印つくので、ね。まあ大体のっけは、属性防壁というね、まあ範囲の床にバーッと広い範囲で巻くので、まあ大体の敵にまずつくので、
まあ、このあたりの発動条件はまあ問題ないかなという形なので、まあ、ちょっとおすすめではあろうかという感じですね。サマナビルドをやるのであれば、まあ、完成形としてはまあネクロポーテンス5セット、まあ、武器含むネクロポーテンスの、ね、セット5セットと、まあ、それ以外、まあ、5セットの、ね、穴埋めの、司祭解き放たれた司祭セットと、まあ、豪華のもですね。まあ、それでですね、ちょっと大事なことなんですけれども、まあ、このね、サマナービルドっていうのは、まあ、最大マジ価値を、まあ、とにかく爆盛りすることで、まあ、攻撃力が上がっていくと、まあ、いうことですので、まあ、ちょっと軽装をね、まあ、メインに装備していると思うんですけれども、ここにですね、中装と重装を1箇所ずつ加えていただきたい。だ中装1箇所、重装1箇所、軽装5箇所のセットで組んでいただくとですね、まあ、こちらの、まあ、後ほどスキルで説明しようかと思ってたんですけれども、アンドオンテッドのスキルの中に、このパッシブ、ね、パッシブのスキルの中に、アンドデッドの魂という、スキルがございます。これをですね、まあ、2つ振るとですね、ご覧の通り、最大体力、スタミナ、マジカを、装備している鎧の種類によって、重装、中装、軽装につき 2% 上げる。つまり、軽装だけであれば 2% しか上がらないけども、重装、中装をどこかに1箇所ずつでも混ぜていると、まあ、その分、ね、重装、中装分も 2% 上げてくるので、計 6%、うん、まあ、上がるよと、まあ、いうことなので、まあ、最大マジ価値が、盛られますので、うん、このあたり装備作るときにですね、まあ、ちょっと注意していただきたいと。まあ、やっぱり基本的にはですね、まあ、司祭のセットだったりとか、ネクロポーテンスって、まあ、軽装セットになってきちゃうので、どうしてもね、軽装しかないので、うん。まあ、なので、このモンスターマスクなんかをね、作った場合ね、ここに、まあ、重装、中装を混ぜていただくのが、まあ、一番作りやすい、うん。一番作りやすいというか、まあ、このパターンしかないのかな。そうですね。あとはもう、さっき説明した、クラフト装備で、どっか重装、中装を1箇所作ると、うん、まあ、豪華の門がなければね、うん、まあ、モンスターマスクを、うん、組み込むセッティングじゃなければね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、最大マジ価値持ってほしいなと、まあ、いうぐらいの注意点でしょうかね、装備面であって。まあ、装備は以上です。まあ、そんな難しくはないはずなんで、すべて揃えるのも。メールストロームの杖もね、完璧使ってますけど、私。全然別に完璧は必要ない。ノーマルの優しいの、メールストロームアリーナ行ってもらって、普通のメールストロームの稲妻の杖手に入れてきてもらったら全然いいと思う。そんなね、誤差ってこともないけども、ここそこまで重要じゃないと思うんですよ。完璧なっていうね、メールストロームの武器使うと、この完成アイテムっていう部分の、まあ、セット開くんですけど、ね、ここね、1190攻撃貫通力が追加される。うん、まあまあ、そこまで差出ないので、まあ普通のやつで全然問題ないんでね、うん、まずはまあメールストロームアリーナ、お遊び感覚で行ってみてください。ノーマルでいいんで。うん、ノーマルでも今武器手に入りますからね。うん、いや、本当に取りやすくなりましたよ。うん、まあ、なので、このあたり、まあ、ちょっとね、このゲーム楽しむ意味でも、うん、そんな難しくないですし、やってみたら意外と面白いっていうところもあると思うんで、まあ、戦えるようになってきたらね。まあ、こんなところでしょうかね。うん、というわけで、じゃあ、スキルの方、うん、ご紹介させていただこうかなと思います。はい、じゃあ、スキルの方の説明をさせていただきましょう。基本的にはですね、まあ、クラススキルのこのデイドラ召喚。うん、まあ、こちらの方メインに戦っていくと、思います。うん、ちょっとまあ、順番に説明していきましょうかね。嵐の防壁。こちらは、攻撃の杖と。
まあ、属性防壁という、スキルですね、稲妻の杖を持ってこれをセットしておくとですね、まあ、こちらの嵐の防壁という、スキルに変わると、地面に杖を打ち付けて目の前に、嵐の障壁を作り出す、範囲内にいる敵に、1379雷撃ダメージを1秒ごとに与え、脳震盪状態の敵を7秒間フラフラにすると、まあ、稲妻杖を使っていると、まあ、相手に与えるステータス効果というのが、まあ、脳震盪、うん、まあ、稲妻の属性のダメージであれば、まあ、脳震盪を与える可能性がありますと、まあ、脳震盪になった敵がですね、まあ、即座に、フラフラ状態になるっていうのが、まあ、嵐の防壁の、まあ、利点でありますけれども、まあ、これを使うのは、まあ、先ほどね装備の方で説明しました通り、まあ、軽攻撃重攻撃のダメージ量を上げるために、まあ、メールストロームのね、稲妻の杖使ってますと、うん、まあ、いうことなので、まあ、これのトリガーです、ね、メールストロームのトリガーであります、うん、まあ、ご覧通りね 18×12m という、まあ、結構広い範囲ですし、まあ、時間的にも、まあ、14秒と、まあ、長め、うん、まあ、ですし、まあ、1379の1秒ごとというのも、まあ、なかなか優秀なので、まあ、優秀なスキルなんですよ、まあ、どんなビルドにも入ってそうですね、属性防壁、うん、スタミナのビルドでも入れてる人いるかもしれないね、もしかしたら、うん、まあ、なので、まあ、これが、まあ、一番最初、まあ、準備で一番大事な部分なのかな。うん、で、まあ、それを当てつつも、ね、隣の稲妻の反乱。これは、嵐の召喚の、まあ、ここですね。3番目のスキル。うん、標的の場所に嵐のエネルギーを形成し、周囲の敵に1880雷撃ダメージを、1秒ごとに10秒の間与える。エネルギー内の味方は同感シナジーを発動し、周囲の敵に9076雷撃ダメージを与えると。こちらは、まあ、稲妻のね、まあ、属性防壁と合わせて、まあ、範囲の、ね、半径6メートル、まあ、だから直径12メートルの 円の中に、まあ、AOE のドットダメージを、まあ、与えると。まあ、これも1880の1秒。で、あと、味方がね、シナジー使ってくれれば9076追加でダメージ与えると、まあ、いうことなんで、まあ、なかなかダメージとして優秀なスキルなんで、まあ、入れていると。まあ、でもですね、まあ、何かね、局面において、例えばね、攻撃が熾烈で、まあ、ペットの維持が難しいぞとなった時にはね、まあ、強化結界とかを、まあ、入れると、ね、デイドラの力を、球体として呼び出して、自分と召喚時を守るダメージシールドを展開する、10秒の間10417のダメージシールドダメージを吸収できるダメージシールドを、うん、できる、あ、10417ダメージを吸収できる、ダメージシールドの強度は最大体力の 50% に制限される。さらに知力弱が自身と近くの味方に付与され、間近再生が 15% 10秒の間高まる。まあ、これはまあね、おまけですけれども、基本的にはね、自分と召喚獣を守るダメージシールドが貼れると、まあ、いうことなんで、これをね、まあ、例えばこの稲妻のね、悲惨、まあ、稲妻の反乱ですね、変異した。まあ、これとちょっと入れ替えたりとか、まあ、基本的になんかちょっと必要だなと思ったスキルを入れる場合は、大体は稲妻の、ね、反乱をちょっとの枠をちょっと使わせてもらうっていうのが、まあ、基本的には、なのかな、うん、例えば入れるのがあるとすればですよ、そうだな、闇との取引、うん、即座に回復できる、うん、自分の体力を8000ぐらい、うん、まあ、マジカも回復できる、うん、っていうものなんですけども、スタミナを使ってマジカを回復するみたいなことも使いようとはあるのね、使い方もあるんですけれども、まあ、このビルド、重攻撃ずっと使っているようなビルドなんで、まあ、マジカが枯渇することはもう ほぼない、うん。ほぼないんで、あんま考えなくていいのかな。うん、っていう感じですかね。うん、まあ、でも、ダメージががっつり減るような、うん、
まあ、ちょっとサージじゃ間に合わないって時は、まあ、これ入れたりとか、うん、あとはそうですね、まあちょっとあれだね、相手にあのバッシュ入れなきゃなんない時なんかこれですね、インナー壊滅の雷撃、杖で全ての属性エナジーを集中させ敵に2250、ね、炎ダメージ、氷結ダメージ、雷撃ダメージを与える。で、炎症中の敵は妨害されてフラフラ状態になって3秒の間気絶すると。まあいうことなんで、だから赤いふわふわふわが出ている敵に対してね、炎症中の敵に対して、まあ、使うと、それをまあ妨害できる。まあいわゆるバッシュ技ですね。まあ遠隔のバッシュなんでこれが。なかなか使い勝手がある。うん。使う局面これ結構あると思うんで、まあ、これも合わせて持っといていただいてですね、これが必要になったら稲妻の飛散と、まあ、変えるということです。他にはそうだな、他にあるかな、まあ、回復、まあ、回復か、回復杖持っちゃうからな、これは。そうですね、エナジーオープでもいいな、仲間の回復、うん、もうちょっと助けたいって時は、うん、エナジーオーブ入れたりするかもしれない。だ DPS、だからね、あの、これは、そうだな、ノーマーランを仲間で行くぞとなった時に、もうじゃあロールはいいや。ロール不問でいいですよと。うん、ってなった時に、まあね、まあタンクだ、ね、ヒーラーがいればいいんだけども、うん、まあちょっと DPS4 人集まっちゃったなとなった時に、じゃあちょっと仲間の回復もちょっと助けるかなと思った時に、まあエナジーオーブ入れるみたいな感じだね。うん、まあそうするとね、再生の球体を作り出していくと前に進め、自身と周囲の味方の体力を1601秒ごとに回復すると。まあこれあの使うとあの体力回復したりとか、あのリソース回復したりとかも、うん、合わせて使えるんで仲間がありがてえということでしょうね。まあこれ入れたりとか。他には、そうだな、他は別にいいかな。まあちょっと入れたらいいなってスキルもまあちょいちょい出てくるとは思うんですけど、他にも、うん。まあでも基本的にはこんな感じですかね。うん、まあ基本的にはね、稲妻の飛散が一番、まあ反乱が、まあダメージ一番出ますので、まあこれを入れていくと。うん、基本はね、うん。で、なんか必要なね、場面に応じて入れ替えていく、うん、この稲妻の反乱を。でですね、ご覧の通り、サージですよ、うん、まあソーサラーであればね、一番、根幹となるスキルでありましょう、大きな力を求めてメリディアに祈りを捧げることで、残忍強と魔術強を獲得し、武器ダメージと呪文ダメージを、20% 33秒の間上昇させる。発動中、クリティカルダメージを与えると、体力が、3366回復。この効果は1秒ごとに発動すると。まあ、いうことでして、まあ、ご覧の通りですね。うん、まあ、コンスタントにね、クリティカルダメージを与えることができれば、まあ、1秒ごとにね、3366、まあ、33秒の間、ね、回復し続けてくれるっていうところですよ。まあ、それだけじゃなくてね、まあ、残忍強、魔術強を得るので、まあ、基本的なダメージが、まあ、普通ね、自分がね、叩き出すダメージが、まあ、20% 盛られると、うん、いうところなんで、もう、これはもう切らしてはいけない。うん、ソーサラーであれば、どんなビルドであっても、サージを切らしてはいけない。うん、それがソーサラーなのではないかなと思ってますので、うん、まあ、まずはね、ここが維持されてるかどうか。これ大事ですね。うん、そして、まあ、ペットのスキルが、まあ、ここに入っている。うん、まあ、これはちょっと後で説明しますね。うん、で、基本的にはですね、こちらは、なんだろう。メイルストロームの稲妻の杖で使っているスキル。うん、なので、こちらをずっと持ったまま、こちら開いて戦っているとですね、まあ、ネクロポーテンス、発動されていない状態ね。まあ今あのメールストローもちょうど持ってるんで、
ご覧の通りね、4セット目、5セット目がね、発動していない。うん、まあ、つまり、マジカが4戦ほど、うん、まあ、減っている状態になってしまうので、基本的にはこれで戦わない。うん、このメールストロームのね、属性防壁のセットっていうのは、もう属性防壁がね、放たれれば、その属性防壁には、効果が乗るので、うん、裏に変えたところで、効果が消えるってことはないんで、基本的にはこのネクロポーテンスの稲妻の杖を常に持って戦っている状態にしていただくため、こちら、スキルは、基本的にはですね、こちらのメインのスキルセットの方で戦っていた。まあ、予備武器になっちゃってますけど、裏表、逆に入れてるんでしょうね、私は。まずですね、こちらの武器でやること。まあ、こちらの武器というか、まあ、そうね。うん、まあ、ちょっと説明しましょうか。破滅のルーンで敵に呪いをかけ、標的に対して、10654魔法ダメージを与え、6秒後、周囲の敵に5880魔法ダメージを与えると。呪いが発動している間、召喚獣がその標的に与えるダメージが 20% 増加する。デイドラの、ものは一度に2つ以上発動できないと。まあ、基本的にはですね、これを、まあ、メインに叩いている敵に、まあ、常に、うん、つけてやりたいと。うん、まあ、そうすることで、ペットたちが生み出すダメージが 20% もらえると、うん、いうことですね。うん、基本的にはこれを、使い続けるんですけど、これはですね、6秒後に、ダメージが発動する。10654。うん、まあ、ですので、これを、まだ6秒経っていない状態でもう一回使っちゃうと、この10654がもったいないので、必ずですね、まあ、一回切れてから使い直す、うん、っていうことが大事なのかな、このスキルは。切れてから更新ですね。うん、まあ、基本的にはこれだけですよ。うん、注意すべきは。そうね。うん、で、召喚のスキル。これはですね、まあ、ペットがいない状態であれば、ちょっと一回返しましょうか、ペット。キャラクター。これね。一回返します。うん、で、ちょっと説明もあるんで、ちょっと一回裏側のスキルの、ね、こちら側のペットのスキルを一回外しておきましょうか。ね、こっちだけに入っている状態。うん、で、まあ、最初に使うと、ね、ご覧の通り、呼び出すと、うん。ね、ペットを呼び出すスキルですと。で、もう一回使うと、うん。なんかちょっとやる気出したのもわかるかな、うん、黄昏ちゃんが、うん。うわーって言ってたの、今ね。まあ、これはですね、スキル。ね、まあ、基本的にはアズラに呼びかけて、翼を持つ黄昏を味方として召喚するスキルです。で、まあ、黄昏ちゃんは、苦しめる黄昏の稲妻を2771雷撃ダメージを与えて、まあ、ケリーは2771雷撃ダメージだと。ケリーをしてるタイミングっていうのは多分近寄ってきたらだと思うんだ。うん、近接はケリー、うん。遠隔は稲妻のグッズ、攻撃。で、まあ、もう一回ね、呼び出すだけじゃなくて、呼び出した後、もう一回このスキル使うとですね、召喚者は黄昏の拷問者の特殊アビリティを2346マジカで発動できるようになり、体力が 50% 以上の敵に対して 53% のダメージを15秒の間与えると。うん、これがですね、まあ、使うと、まあ、体力 50% 以上残っている敵に対しては、まあ、黄昏ちゃんのダメージが 53% 増しで当たるというふうに考えていただいて大丈夫だと思う。まあ、なので、これ、黄昏ちゃんのスキルはですね、敵が、まあ、ボスと戦っている時とかね、特に、まあ、雑魚戦はそんな何パーセント残ってるなんて気にしも止めてないと思うんで、まあ、別にいいんですけど、まあ、ボスと戦っている時 50% 以下まで削れたら、もう黄昏ちゃんのスキルは、まあ、使わなくてもいいのかなと。いう感じですね。うん、そして、使い魔、お猿さんの方ですね。うん、呼び出すと、使い魔はですね、1384雷撃ダメージ。遠隔でしょうね。うん、
まあ、与え続けてくれて、まあ、もう一回使うとですね、召喚者は使い魔の、特殊アビリティを、2772間近で発動できて、使い魔の近くに敵に対して、2970雷撃ダメージを2秒ごとに10秒の間与えると。まあ、計5回与えられるってことだね。で、最後の鼓動は全ての敵を3秒の間気絶させると。まあ、いいことなんですが、まあ、3秒、この最後の、だから使い切ったところまで見てないと、この、気絶のところは見れないと。まあ、いうところなんですけども、別にここを気にしなくていいと思う。もうそろそろ切れるなと思ったら更新のタイミングだと思うんで、あんまりここ気にしないで使ってもらうということですね。このペットのスキル2つは。で、これ今裏手をね、外したと思うんですけど、まあちょっと見ていただきたいんですけど、裏の武器に変えると、消えちゃう。これね、呼び出した、ね、ペットが、ね、ペットに対するスキルが、パレットに入っていないと消えちゃうっていうシステムなんですね。これペット、どのペットでも多分同じだと思う。ウォーデンの、ウルトで呼ぶクマちゃんも多分裏表に入れてないと、消えちゃうと思うんで、まあ、裏表入れてると思うんですけど、これも同じですね。必ず裏表に、ペットのスキルは入れておかないといけない。で、さそがれちゃん、使い魔ちゃん。で、こうすることで、ペットを常に維持して戦えるようになってくると。これ間違えないでいただきたいんです。ね。ここ片方入ってないと消えちゃうということがあるので、この辺りだけは注意してくださいと。まあ、以上ですね。まあ、基本的な流れは、ね、この AOE を巻いて、自分にバフかけて、メインの武器に持ち替えて、まあ、デイドラの獲物を対象に与えて、まあ、ペットのこのね、特殊アビリティを管理しながら、ね、裏のこの AOE が、まあ、更新のタイミングになったら裏に変えて、使って、戻して、で、またね、デイドラの獲物を、デイドラの獲物のペットアビリティをまあ管理する。で、ウルトが溜まったらウルトを撃つ。っていうことですね。ウルトもね、嵐の精霊を召喚するという、まあね、サマナーのやっぱ必殺技として、まあ一番これが適しているだろうと思ってこれを使っています。これも裏表に入れてます。これ別に片方に入れとか両方に入れとかなきゃ消えるみたいなことはないんで、これは片方でもいいんですけど、まあもうこれしか使いようがねえなということなんで、もう裏表に入れてます。どのタイミングでも打てるようにね。ちょっと説明しましょうか。標的の、場所に動かない、嵐の精霊を召喚する。精霊は出現時に10653雷撃ダメージを与え、近くにいる敵に3秒の間気絶させる。精霊は一番近くにいる敵に攻撃して、4743雷撃ダメージを、雷撃ダメージを1秒ごとに与える。さらに、周囲の敵に対して定期的に、10653雷撃ダメージは耐えますと。精霊の近くにいる味方は激しい稲妻シナジーを発動し、その味方と精霊に、強戦士強が、付与されて、余ダメージが 10%、そして、8秒間上昇すると。味方にも精霊にも嬉しいですね、強戦士強、なるほど。まあご覧の通り、ペットの、強化版みたいな感じですね。稲妻の精霊。で、定期的に10653。この定期的のタイミング知りたいんだけど、ちょっとまだ検証してないんで分かんないですけど。まあ、そんなにのんびりしているタイミングじゃないと思うんですけど、まあ3秒、まあ21秒効果しますからね、まあ5秒に1回とか、まあ良ければ3秒に1回とか、ね、7回発動してくれたらだいぶありがたいスキルですね、これね。
まあ、ご覧の通り、うん、まあ、ちょっとなんだ、21秒間、うん、強めのペットを召喚できるというのがこのウルトですね。さて、じゃあ、スキル回しをちょっとやっていこうかね。あ、ちょっと待って、ウルト回復させてほしい。メリディア様に祈りを捧げた。ありがとうございます。標的用スケルトン君を鬼回すと。じゃあ彼とちょっと練習しましょうか。まず、食事でマジカ持ってもらって、うん、じゃあちょっと始めましょうかね。サージ使って、まあちょっと最初のんびりやりますよ。ね、稲妻のね、攻撃で飛散使って、で裏に戻して、デイドラの獲物で、ペットの、ね、特殊アビリティ使う。で、裏の管理をする。裏の管理をする、ね、裏が消えないように。まあ、基本的には重攻撃。まあ、流れとしてはこんな感じです。ちょっと もっとしっかりやろうか。一応、回復用に入れときましょうかね。50%切ってるから、もうここで黄昏ちゃんを追い上げる。あとはお猿さんだけ見てる。気をつけるべきところが本当に少ないんで、回しやすいんですよ。もうあと15分ずっとしてる。あ、終わった。まあ2万4000ぐらいですね、うん、まあもうちょっと欲しいかな、3万ぐらい欲しいかなと思うんですけども、うん、まあ十分でしょう。まあ、ちょっと普通の何の、もらうバフもなく、うん、ソロでは2万4000ぐらいだよという感じだね。ちょっと試練の方の鉄の精霊ちゃんでどれくらい出るのかちょっとやってみよう。じゃあ行きましょう。あ、違う、間違えました。間違っちゃったー。まあ、いいか。
リ玉でできたよ。ご褒美のメリ玉でできたよ。削り切ったから。あとまあこんな感じで、まあ、楽なんですよ。とにかく、もうスキル回しもね。うん、まあ、スキル回しが楽だとどういうことがあるかというと、まあ、いわゆるね、まあ、ダンジョンだったり試練のギミックに、まあ、対応しやすいと。まあ、そっちに注力できるよね、と。まあ、いうことですよね。そっちをよく見れるんで、まあ、対応しやすいと。まあ、いうことですし、まあ、とにかく、ね、ソロで、まあ、冒険しててもね、黄昏ちゃん使い、まあね、たまにね、戦闘中出てくるモーさんがいてくれるから、まあ、寂しくもないですし、なかなかね、楽な割には、性能もいいですし、まあ、スキル回しもしやすい。あと、サージのおかげでね、体力回復もあんまりね、自分で気にしなくても、自然と回復していると、いうところもあります。あ、そうだ。チャンピオンポイントとか、全然紹介してなかったな。まあ、チャンピオンポイント、振る前にというか、ご紹介する前に、まあ、マジカはね、64全部、振っていただくと。ちょっと待って、裏ってだな、こっちだな。ちょっと山盛り持ってみますか。まあ、呪文クリティカル 51.4% 出てます。呪文ダメージも4667と、まあ、十分あるんじゃないかと。もうちょっとだから貫通力とかがあると、戦闘楽なのかなと。あとやっぱあれだね、アイギスのおかげで。ちょっと硬い。まあ、こんな感じですかね。ステータスはこんな感じでございますよと。あと、チャンピオンポイント。私はちょっとまだ余ってるのあるけど、まあ大体は振ってあると思うんで、チャンピオンバー。武器の専門家、ステージごとに、軽攻撃と重攻撃の余ダメージを 3% 上昇させると。まあ、重攻撃をメインに戦っていくんで、このあたりが伸びているのが一番いいのかなと。噛みつくオーラ、範囲攻撃のダメージを 2% 上昇させると。範囲攻撃も多いですしね。継続ダメージ 2% 上昇させると。継続ダメージも多いと。で、まあ、間近を盛りたいので、どうしてもね。あんまりバックスタバー、まあでもここに振ってもいいのかな。ここですね。戦闘の技量、クリティカルダメージとクリティカル回復量を上げる。ここを、ちょっとそうだな。ちょっと、どうしようかな。ちょっと入れ替えてみようか。戦闘の技量に。噛みつくオーラのところに戦闘のギルを入れる。ちょっとこっちでやってみようか。クリティカル持ったら、クリティカルダメージ持ったらもうちょっといいのかもしれない。噛みつくオーラの方がいい。噛みつくオーラの方がいいな。ちょっと待って、もっといいセッティングあるかもしれない。次はじゃあ、噛みつくオーラは入れといて、魔術の素質のところに噛みつくオーラ入れておこうか。やっぱり最初のセットの方がいいね。最初のセット5万ぐらいを維持できてたけど。
変えた途端落ち込んじゃった。やっぱりあんまりクリティカルダメージでダメージ出していくというよりも、まあ継続ダメージ、範囲ダメージが削っているって感じだね、このセットは。これでいい、これが一番いいセット。まあご覧の通りです。武器の専門家、軽攻撃15ギリの読むダメージを 3% ずつ上げる。まあ 15% ですね。で、ステージごとの範囲攻撃のダメージを上げると 10%。過密甲羅か。で、魔術の素質。ね。継続ダメージを 10% 上げる。で、最大マジカを、1300モールと。まあ他のパッシブの、チャンピオンバーじゃない方のスキル、の振り分けはもう何だったらもう振れるんだったら全部振ってほしいんで、ね、ご覧の通り。まあここに関しての解説はいらないでしょう。まあ魔術師座はこんな感じ、うん、でチャンピオンバーこちらは、私ねこれ入れてます、ステージごとに移動速度が 2% 上昇する、これね、ここの追撃者っていうところのこれ敏速、これ、戦闘中、戦闘外、関係なく 10% 移動速度上がるんですよ。で、なんで移動速度上げてんのと。うん、移動が楽だから。じゃなくて、AOE から避ける。まあ、戦闘中、移動速度がやっぱ速い方が、まあ、ギミックへの対応がいいよね、と思ってるんです、私。なので、戦闘中でも移動が上がるっていうのは、ギミック対応する上で重要じゃなかろうかと思って、私ここに必ず振ってんすよ。大体はね、皆さんここ、ね、無限の生命力、ね、強化、あとここですね、再生能力が活性化。うん、まあ、ね、リソース厳しかったらここに振るっていうのも大事なんですけど、私はね、まあ、このビルドに関してはもう特にですけども、間近の枯渇みたいなことはもう全く考えられないので、ここに振っといていいのかなと。敏速。で、敏速、あと仲間が死んだ時に復活させる、時間が 33% 短縮する霊魂マスターっていうのを入れてますが、これじゃなくてもいいと思う。私、仲間を、すぐ回復、蘇生させたいっていう、やっぱりね、戦闘中、床ペロずっとしてんの、かわいそうだから、もう早急に起こしたいのよ、私はね。戦闘に参加したいじゃない、やっぱり。楽しくないじゃない、そうじゃないと。まあ、なので、ここに入れてるんですけれども、まあ、他に振ってもいいのか、例えばダメージシールド。振る場面っていうのも、あるので、このビルド。うん、まあ、なんで、ダメージシールドの、まあ、効果の方がいいのかな。有効性を上げた方がいいかもしれないですね。まあ、砦。うん、まあ、このあたり、ちょっと今、振っとこうかな。20あるから。まあ、このあたりにも振ってもいいですし、あと、そうだな、防御した時の緩和量が増えるみたいなのが、まあ、どっかにあると思うんで、このあたり。うん、縦の方。まあそっちに振ってもいいのかなという感じですね。まあ基本的にリソースそんな気にしなくてもいいですけども、ここに振っててもいいとは思います。あとこっちとかね。敵を倒すとマジカ回復するとか。あ、アルティマが10、まあアルティマ溜まったら使うしな。なんかいいのないかな。ステータス効果を受けているとか、まあなんか自分で良さそうなのは、あ、これだ。マイナス効果に影響されるとコスト消費なしで自動的に打破する。これ入れててもいいですね。これでも打破しちゃダメみたいなギミックもあるので、中にはね、このあたり、ここを必ず差し替えれるようにはしてた方がいいとは思う。まあ、こんな感じですかね。一応。敏速。移動速度が 10% 上がると。レコマスター。
味方を回復、復活させる、時間が 33% 短縮する。強化ステージごとに防御力が 34.6、まあ、1731上がると、無限の生命力、最大体力が1400上がりますよと。戦士座はこんな感じですね。まあ盗賊座の別に解説なんてしなくていいのかなと思ってるんですけど、これはもう自分がね、あのゲームしやすい仕様にするためのものなんで、まあここはこれがいいよみたいなのはあんまりないので、ここはもう自由に自分がこれだなと思うやつを振っていただくのがまあいいのかなという感じです。まあとりあえずでも一応説明私が入れてるの、まあ、トレジャーハンターね、宝箱から得られるアイテムの質を1上昇させると。で、豊作、ステージごとに 10% の確率で収穫量が倍になる。まあ、フィールドにね、ある、資源の回収の時に、まあ、50% の確率で倍になるよということですね。あと、天才機種、ステージごとに騎乗速度が、2%。まあ、10% 騎乗速度が上がる。だから、騎乗動物の速度が、まあ、上がるということだね。で、春馬の祝福。ステージごとに、戦闘外の、移動速度が上がると。まあ、だから戦闘中は効果がないですけども、まあ、普段の移動の時は、まあ、20%、まあ、早い。だから、30%、全体で速いと。戦闘外でね。先ほどの敏速と合わせて。まあこんな感じになってますかね。まあチャンピオンポイントはもう個性ですから。まあ私は今説明しましたけども、まあそれに従う必要はない。自分がこう、キャラクターをこうしたいんだっていうのがあればね、それに振ってもらうのが一番いいと思います。ちょっとこう、あの川のせせらぎの音が、ちょっと大きい。というわけで、サマナビルド、召喚士いかがでしたでしょうか。そんなに難しい、ビルドでもないですし、まあ、簡単な割には、まあ、DPS ね、まあ、ちょこっと出るかなと、まあ、いう感じなので、ぜひね、スキルじゃねえ、キャラクターの、スロットに余裕のある方は、まだであればね、まあ、マジカのソーサラーの、ね、キャラクターまだであればちょっとお試しに作ってみてはいかがでしょうかという感じでございます。というわけでじゃあ今回はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。